の大学料理食べさせるぞ。ハロー、大家好、我是ルーちゃん。ルーさんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。最近日本都在自宿生活嘛，所以我们两个几乎都是在家里自己做菜。然后最近在做菜的时候呢，文当开始说他大学生时代的时候有自己做非常多料理，然后他就想要拍影片介绍给大家。料理の意味してる。今回、私が作ろうと思ってますのは、大学生時代、よく作ってた超安い簡単オムライスです。簡単オムライスです。ルーちゃんにも作ったことないんですけど、簡単で安くて美味しい3つ揃ってるんですよ。大学生の時ってお金あまりないじゃないですか。俺も特にバイトすればよかったんですけど、バイトするのすらサボってしまって。我自己也一直对日本的大学生到底吃什么东西都还蛮有兴趣的，就有看过日剧说日本的大学生会自己在家里做菜，我也是一直很好奇。那我们就先去超市开始吧。怎么连香肠种类有这么多？一番安いのどれかな？あんまり量使わない。好，那我们现在已经回到家里了，刚买完食材，文旦还换上他一直来的居家服 ，Miki。Miki， 三年前ぐらいにね、ユニクロで買った気がする。でも可愛いでしょ。可愛いね、似合ってる。文旦最喜欢米奇了。もう料理するときは白い服が着れないので。この服に着替えました。あ、そこまで考えたんだ。そう、あ、そういえば私エプロンあるよ。エプロン使う？いらないです。超可愛的啦。还有这个蝴蝶结，这个就是我每次做饭的时候穿的围裙，后面还有一个白色蝴蝶结，超可爱的小神竹文丹。これがルーの食卓のキッチンか。緊張しちゃうな。じゃあそしたらね、まず食材を紹介していきます。好。じゃあまずね、このご飯、ご飯は1合分、ルーちゃんに炊いてもらいました。あとバター、ピューンで、こっちはご飯を焼くときに使います。でこっちは卵を焼くときに使う。なんで計2個使うことになります。あと卵、一人暮らしのときは2つだったんですけど、卵は今回3つ使おうかなと思います。あと好专业哦。シャウエッセンのソーセージ。文丹的时候买香肠的时候很坚持要用这个品牌的。シャウエッセンがやっぱ一番美味しいんで。虾味鲜。そう。再给大家看一次文丹推荐的香肠是这一个。はい、次ケチャップ。このハインツっていうケチャップが美味しいんですよ。これもちょっと高いんですよ実は。いくらだったかな？248円ぐらいだと思う。で普通のケチャップだともっとちょっと大きくて100円ぐらいで売ってるんですけど。まあそれじゃなくて今回はハインツ使っていこうかなと思います。要吃就要吃好吃的。これもちょっとね贅沢をしたいなと。食材結構簡単やね。もう食材も本当これだけで作れちゃいます。男飯感じで見てもらえれば。じゃあまずソーセージを切っていきたいと思います。我们这次要用几根香肠？ルーちゃんが4が好きだから4。これで今もう半分使ってる。でいつも自分は一個一個切るのめんどくさいんで一気に切っちゃいます。哇好香哦，闻到那香肠味道。これ直接食べることもできる？ちょっと危ないんじゃない？食べたい。こダメだよ。焼いてからね。こんな感じです。第一步完成。ちょっと太かったね。厚一点有更多口感。今回切るもこれだけです。あとはもう焼くだけ。用小火还是中火还是强火？適当なの。いや料理はイメージよ、イメージ。不用太讲究食谱，有自己的味道最重要。自分の思い描く料理を作りましょう。よいしょ。もう溶けてるよ。これだけで料理してる気分。大学の時よく作った？大学の時はもうバターなんて使ってなかったかな。先にソーセージ入れます。ソーセージを焼いていきます。啊，好香哦！これだけでも朝ごはん。文丹看起来好贤惠哦。熱いか。弱火にしてご飯入れたいと思います。熱いか。很怕被烫到，好像那种平常不会做饭的另外一半生病出来帮他做的另外一半。ちょっとほぐします。じゃあ投入していきます。どのくらい投入します？いけないよ、投わないといけないあれは。全然そんな料理作ってない人じゃん。你开那个的时候，我帮你拌一下。なんか音大丈夫かな？这个其实就是我们台湾那种番茄炒饭嘛。これがルーの食卓か。ここで気持ちのいい BGM が流れてるんでしょ。眠たくなるやつ。できてないよ。お、すごいね。もう一回、もう一回。哇，好厉害哦！哇，你很厉害耶！文章吗？
外と何でもできる。我这样帅耶。さっきのサムネイル。あと姿勢もちょっとかっこよくしないと。シャッ。全部赤になったら終わりです。これだけでも美味しそうじゃない？好像我妈妈做的。はい。そしたらお皿に移していきます。完成。まだでしょ。こっちの卵に移りたいと思います。今回卵3つ買いたいと思います。わ、いい響きだ。いい響きだ。たくなたた。ここにおいでよ。心配ないさ。料理作るの楽しいね。总共三颗。ネットとかで牛乳を入れるとふわふわになると聞いたので、今回ちょっと牛乳も入れたいなと思います。中さじぐらいでいいかな。看文章用我平常用的道具，觉得好有趣哦。混ぜていきます。卵焼き思い出す。卵焼き職人やった。なんかあとテレビで聞いたことあるんですけど、空気を含ませながら混ぜるとふわふわになりやすいって聞いた。じゃあ火入れていきます。看这个融化的感觉好疗愈哦。こっからが本番。本番やな。加油加油。心配だな。心配ないさ。ちょっと混ぜながら振る感じ。从这个角度拍拍比较清楚。哇，すごいじゃん。合ってっかな。自分に自信。よいしょ。おお、すごい。意外といけたね。そしたら卵乗っけていきます。おお、美味しそう。うまいね。へえ。そしたら切っていこうと思います。いけるかな。頑張って。ちょっと焼きすぎたかな。でもすごいよ、美味しそう。でね、オムライス。完成、文旦流蛋包飯。さらにハート描こうかな。お、うまい。わ。光ってるよ。あ、ピカピカ。オッケー。完成、美味しそう。那我们来试试看文当的蛋包饭。什么角度？我心里了解。那这个就是文当他坚持的爱心蛋包饭。我是第一次这样吃文当做的饭诶，觉得好期待哦。いただきます。おいしい。不错。嗯，いや、おいしい本当に。いっぱい食べちゃう。そう、この味。文当真的是很会做蛋料。ルーズキッチンでも紹介してほしいな。如果我有一天我会做这种蛋包饭的话，我再拍副频道。其实我在住 share house 的时候也有试过做过蛋包饭，可是我失败。どこで失敗した？そんなうまく負けないから私。ああ、でも俺もちょっと失敗しちゃった。今回もうちょっと柔らかくのイメージだったんですけど、ちょっと焼きすぎちゃいました。もうちょっとねトロトロなイメージだった。でもそれでも俺こっちの方が好きかも。本当？うん。優しい。最初はこの量ちょっと2人で多いかなと思ったんだけど、意外に食べれるかも。もう半分食べた。跟大家介绍，这个是我们两个最近很爱喝的茶，叫 Louis Bosti。因为我在日本有时候会去按摩，然后他们按摩提出来那个茶就很好喝，我一直很喜欢。然后有一次在烧肉店喝到那个口味的茶，文章跟我说这个茶叫做 Louis Bosti， 然后他就说很多店都有卖，我去找真的有。这个茶很好喝，很喜欢，推荐给大家。なんかお通じが良くなるんだって。正直心配だったんですよね。人にあんま料理を振る舞うことがないから、失敗したらどうしようかな。まあ基本的にルーちゃんが作ったもの全部私美味しいものかな。ルーの食卓でルーちゃんの気持ちがちょっと分かりました。あ、ルーちゃんもいつも大丈夫かなみたいな心配な思いでやってるのかなと思って、それはいいなと思いました。美味しいって言われたらめっちゃ嬉しい。ルーちゃん小食になってきてたんですけど、いっぱい食べてくれてます。めちゃめちゃ嬉しい。我也是做饭的时候，文章每次跟我说要吃一碗饭，就很开心。最后一口就由我来吃。あ、完食してくれた、嬉しい。まあほとんど俺食ったけど。好吃。完食完了。一号二人で食べました。美味しかった。ごちそうさま。
那是吧？文达本来想说要做另外一道还是这一道，他就想了一下，他就说他还是想做这一道，所以我们就做这一道。こういった大学名刺ありますので、気になった方はコメントどしどし送ってください。そしたらちょっとまた別の大学名刺まだたくさんありますので、それをどんどん作っていきたいと思います。好，那这个影片就这样子啊，我们下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。大家也可以做做看哦，真的还蛮好吃的。みんなも作ってみてくださいね。拜拜。歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。